はい、どうもやってまいりました。今日はね、何をやるかというと告知しかしません。で、その告知というのが、たまちゃん杯、ちょっとねエディットカップ開きますので、皆さんぜひ参加してください。で、日にちなんですけど、4月3日の9時21時ですね、夜の、はい、に私が開くんではなく、ちょっとねチームのこのコースをいつも作っていただいているスーパーマンさんっていう人がいるんですけど、この人が作っていただいたこの今出てるコース、このコースでエディットカップを開きます。で、今から言いますね、 ID を。 ID は202020。え、今何回言った？2020年ですね。なので202020か。 OK？ はい、書いとくよ、ここにコメントで。はい、ここで大会を初開いてみたいと思います。まあ9人しか参加できないから、というか9人集まるのかも怪しいけど、せっかくなので、ちょっと噛んじゃった、大事なと、せっかくなのでやってみたいと思います。ではまずね、どんなコースかっていうのを見ていきたいと思います。コースこんな感じですよ。見てね、ちゃんと見とくんだよ。OK、 見てる？ちゃんと見てね。結構スピード出せるコースにはなってるかなと思います。コースアウトの心配もそこまでしなくていいのかなってことで、一回走ってみたいと思います。マシンはこちらですね。ノーマルモーターで走りたいと思います。こんな感じ。はい、まあ特にこだわったとことかもないんですけど、じゃあこれで走っていきたいと思います。はい、では行きます。はい、ゴー。はい、こんな感じのコースです。よく見といてね。こう登って、はい、コースアウトですよなんでノーマルでコースアウトするの嘘でしょ、嘘でしょ、マジマジで言ってる？ノーマルモーターじゃダメ？じゃあちょっとレブチューンでいっか。ちょっとちゃんと走り切らないとね。はい、なんでコースアウトした今。はい、ゴー。めっちゃ見ててね、コース。ちょっと走り切れるか分かんねえな。お、いけるか？お、行くね。登って。なんでノーマルモーターだと、コースアウトしたのに、レブチューンだとコースアウトしないんだ。はい、こんな感じのコースです。まあ、かなり遅いね。うちのチームだと20秒台が出てるのかな。20秒620。これがまあ一つの目安になるかな。さあ、このコースで、もう一回言いますね。4月3日の金曜日、21時にこのスーパーマンさんがエディットコースを、エディットコースじゃないか、エディットカップを開きますと。で、 ID は2020年2020年2020 です。9人しか参加できないので早もん勝ちになりますけど、皆さんぜひ参加していただければと思います。で、せっかくなので、まあ、ついでにね、ついでにシングルガチャ1個引くか、意味ないけど
いや10連ねもったいなくてちょっと弾けないの。これで星読んでたら激アツなんだけど、さすがに出ない、さすがに出ないよね。あー出ないね、さすがにね。おお、でもまあ星さん、まあまあ、まあ、ここでねいいの引けちゃってもね、はいよ。では皆さんお待ちしておりますので、ぜひ参加してください。それではまたね、金曜日に会いましょう。またねー。